はい、おはようございます。今日は11月の2日、今日はね、なんかね、若干雨っていうかね、ジメッとしてる道路がということでね、今日も行ってきます。それではね、今から夜ご飯を食べます。今日の夜ご飯はね、今まだ炊きかけのご飯ですね。このご飯、炊飯ジャーに入ってるご飯、あと9分、カニですね。カニっつってカニカマですけど、これはね、日本人がやってない寿司屋さん、例えばあの中国系とか韓国系とかの方がよくやってるんですけど、そういういわゆるね、ジャパレスと呼ばれてるこのジャパニーズレストラン、そういうところに行くとですね、これがカニの刺身として出てきますからね。皆さん、これ刺身ですからね、あくまでも。ということでね、これ食べてみたいと思います。こう並べるとこういう感じ。今日はね、このナスの焼いたものとアボカドと酢飯で、この手巻きのね、海苔で、海苔をね、こう使ってね、手巻き寿司を食べたいと思います。ちなみにこのわさびなんですけど、この S&B とハウスがあるんですけど、 S&B の方が圧倒的にうまいからね、みんな S&B 買った方がいいよ。あとね、欠かせないのはこのね、スラチャソース。この緑色のね、キャップが目印、このスラチャって書いてあります。これかけるとね、まあスパイシーなんとか系のね、ものにすぐなります。今うちの気温はね、もう多分30度をね、完全に超えてますね。もうね、汗がね、止まらない。オーブンをつけるとね、まあとにかくまあ部屋あったかくなるでしょ。さらにね、もともと床暖房みたいにね、こうパイプがね、至る所に通ってるんですよ、この温水のね。まあそういう物件もあるけど、寒い物件もあるからね、見に行くときはまあよく気をつけてくださいね。はい、それでは手巻き寿司の作り方いきます。まずね、海苔、これは必要絶対。あとお米ね、お米、まあ適量だね。こんなもんかな、こう伸ばすと。今日はじゃあカニだな、カニ。今日はカニ、まあこういう感じにね、まあ今日マヨにしますね、カニマヨに。本当はカニ刺身で食べたいんだけどね。とびこを乗せて、ちなみにね、これスーパーで$9.99で、結構大きいパッケージが。まあアボカドを気持ち乗せる感じですね。ちょっと色の悪いアボカドを乗せます。ちょっと色が悪い、結構色が悪い。で、まあ、あ、失敗したね、これ完全に。あ、失敗した。あ、ちょっと見た目は美しくないけど、まあ、こういう感じ。じゃあ、いただきます。醤油はつけた方が多分うまいね。んで、これをかけるわけですよ。あんまかけすぎると、これほんと辛いから気をつけてね。はい、そういうことでね、今日の夜ご飯は手巻き寿司。非常に美味しいしね、安いし、健康にいいかはちょっとわかんないけど。海外だとね、こういうの食べてないっていうイメージが強くてね、何食ってんのとかよく言われるんですけど、別に普通に日本に行っているのとね、ほとんど同じもん食ってますよ。ただね、全部量がでかい。まあ僕のサイズもでかくなったけどね。まあそういう感じでね。それじゃあまた明日。